常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あとね、内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いいたします。トール、玉川トール、お前どうしちゃったんだよ、何やってんだよって、こうバックは海じゃないですけどね、そんな思いです。トースポがね、すごいニュースをスクープって、まあ、言っていいのかな、出しました。玉川徹さんと今ね、先日この常年司チャンネルでも取り上げました通りね、国葬儀の菅さんのね、素晴らしいスピーチにケチつけてね、電通が入ってるだなんだかんだ言いましたよね。俺は演出側の人間だったから詳しいんだとね、そういう意図で作りますよみたいなことを言ってですね、電通入ってるって言っちゃったのが、何の取材もしないでね、勢いで言っただけなんで、電通さんから抗議されてね、テレ朝の偉い人が集まって、玉川徹氏正社員&番組のねチーフプロデューサーと、それから情報番組のセンター長もですね、謹慎処分食らいまして、玉川氏は10日間の出演停止ということになっているわけなんですが、どうもですね、この玉川氏がですね、復帰直後に進退について言及するのではないか、降板を申し出るのではないかというですね、情報がこの日本のクオリティペーパーね、トースポから入ってきました。これあくまでも社内の噂ということなんですが、確信になる部分はですね、記事のここですね、テレ朝関係者の発言としてね、こんな風に言ってるんですよ。まだ処分が明けてないにもかかわらず、テレ朝局員でない MC の羽鳥さんが19日復帰を口にするのは早すぎる、政治家などに説明責任を求める玉川氏のことですから、この場で謝罪とともに細かな経緯も説明するはず、その中で進退に言及すると言われているということで、これテレ朝の社内での噂ですね。これをですね、トースポのね、ものすごいこの情報収集能力で拾ってきたと、これが記事のですね、コアな部分なんですけど言われてます。さっきのそのテレ朝関係者の発言の中で、テレ朝の局員ではない、要は社員じゃないね、 MC の羽鳥さんが19日復帰を口にするのは早すぎるって出てきたんですけど、これはね、実際にですね、玉川徹氏が出勤停止くらってですね、番組に出らんなくなった時に羽鳥さんが説明したんですね。9月28日の放送で問題発言があって、4日に処分が出て5日から番組に来なくなったわけですけれども、この時に羽鳥さんはね、こんな風に言いました。今日から玉川さん10日間の謹慎処分ということになりました。放送10回分の出演禁止ということになります。今回玉川さんの発言によりまして、ご迷惑をおかけした各方面の方々、不快な思いをされました各方面の方々、視聴者の方々、大変申し訳ありませんでした。玉川さんは再来週の水曜日に復帰をいたします。その際になぜ今回このような発言になったのか説明を改めてするべき、謝罪をするべきだと私は思っております、というふうにですね、発言されたんですね。これが実はさっきのね、テレ朝関係者が言った羽鳥さんがですね、テレ朝の社員でもないのに19日復帰を明言してね、さらにね、説明して改めて謝罪しろというふうに言ったということで、当然玉川氏からはそういったですね、経緯とね、今後の進退についてのね、説明があるはずだろうということで、社内で話題になっているということでございます。おそらくですけど、羽鳥さんはね、自分の権限で勝手にこんなこと言ったわけないと思うんですよ。だって羽鳥さんって外注業者ですからね、テレ朝からすればね。一応19日に復帰っていうのは、おそらく MC の打ち合わせとかで番組の関係者からそういうふうに言われたんだと思います。まあチーフプロデューサーも来てないのでね、自責の人がそういうことになったという会社の方針というかね、今後どうなるという予定を伝えて、羽鳥さんはその原稿をそのまま読み上げただけだと思うので、別にね、羽鳥さんにね、権限があってってことではないですが、会社の方でね、そうやって言っていいと羽鳥さんにゴーサイン出したということはですね、ここで玉川徹氏によるですね、何らかの説明もしくはね、進退に関する言及があるというような憶測を読んでも、これ仕方がないと思いますので、これ玉川さん降りるんじゃねえのみたいな、お年もね、今59歳ということですのでね、本当にね、まだまだお若いんでね、玉川さん頑張ってほしいなと、トールお前頑張れよって感じなんですけど、今回ちょっとやっちまいましたからね、謹慎10日的で僕びっくりしたんですよ。10年の間違いじゃないかと思ってね、びっくりしたぐらいなんですけど、完全にやっちまいましたから、なのでこういった噂を読んでも仕方がないかなと思います。それからね、トースポの記事によると羽鳥さんがすごい怒ってるということなんですけど、どこに怒ってるかというとね、玉川氏の発言、その元になったね、9月28日の発言でね、俺だって変更報道やってるぜみたいなことを自白してしまった部分があるんですよ。これどういうことかというとね、僕は演出側の人間、テレビのディレクターをやってきましたから、そういう風に作りますよ、政治的意図が匂わないようにという風に、そのね、電通発言の後にこうちょっと言っちゃったんですよね。これわかります？演出側の人間である玉川氏がテレビのディレクターとしてね、そういう演出をすると、要は健康報道、世論誘導するようなね、政治的意図が匂わないような、そういう演出を私だってやってきたんだと。だから菅さんがやってたって当然だ、背後には電通がいるんだみたいな、そういった趣旨ですよね、簡単に言うと。もう一回読むと、僕は演出側の人間、テレビのディレクターをやってきましたから、そういう風に作りますよと、演出だということで変更報道してますよという意味でしょ。これはですね、自らね、その変更報道を自白した発言なわけでね、このことにどうもね、羽鳥さんは怒っているということで、トースポの記事によるとね、何らかの意図を持った政策をしていること
ることを自ら示唆したと。このことに羽鳥さんはですね、怒りをにじませているというふうに報じております。トースポのね、すごいこの情報収集能力ですね。羽鳥さんに聞いてきたんでしょうかね、直接ね。よくわかんないですけど、すごいトースポの情報収集能力でこういうことが言われていると。基本的にですね、このねモーニングショーという番組はね、政府をね追及してね、なんでそんなことが起こったんだと、うっかり済まされるのかみたいなことをね、知らなかったで済まされるかみたいなことをずっとやってきた番組ですから、玉川さんにもねぜひですね、ダブルスタンダードではなくてね、シングルスタンダードでご追及いただけると面白いかなと思うんですよね。これでね、玉川さん本当にモーニングショーからもしね降板してしまうようなことがあったらね、ぜひねこっちに YouTube でもやったらどうですかね。結構人気出ると思うんですけどね。ダメですかね。結構ありかなと思うんですよね。19日水曜日に復帰するそうですので、私としてはですね、この10月19日久々にですね、勝手に副音声でモーニングショーやってみたいなというふうに思ってるんですよ。せっかくですからね。最近あんまりモーニングショーやってなかったんですけれども、前はね流行り病でね、もうどこ行っても何も閉まってるとか外出んなみたいなのがあったんで、ずっとね朝の番組ジュングリでモーニングショーも含めてね勝手に副音声やってきたんですけれども、今回久々にですね、何年ぶりぐらい、半年ぶり、1年ぶり、わかんないですけどね、なんか前にちょろっとやりましたけど、久々にですねモーニングショーの勝手に副音声を復活してですね、玉川徹ワンマンショーをですね、この感動の瞬間をね皆さんと共に分かち合いたいなと思ってるので、玉川さんにねウェルカムトゥー YouTube みたいなものも含めてですね、応援メッセージをね送っていきたいなと思うんですね。ただ玉川さんね、ちょっと一個だけ注意してもらいたいのはね、やっぱり僕挨拶は人間関係の基本だと思うんですよね。だからたとえね自分が気に食わない相手とか自分が訴えてる相手であってもね、挨拶をしたらちゃんとこんにちはって言ったらこんにちはって返すってのはこれ人としてのね最低限のね礼儀だと思うんですよ。津田大輔さんみたいに僕が挨拶しても無視してね、裁判長の前であ無視するんですねって言っても何も返さない、こういうことやるとね人としてどうかみたいなことになるので、学校の時に習ったと思うんですけどね、そういうのちゃんと返すようにしないとお仕事を失ったりするんでね、お気をつけいただけるといいかなと思いますね。玉川さんね、だからこっちの業界来た時まず挨拶を大事にしてもらいたいなと。僕のことも多分気に入らないと思うんですよ。知ってるか知らないかよくわかんないけど、仮に知ってたとしたらね、玉川さんずっとネタにしてきたんで物が気に入らないと思うんですけど、もしなんかでねネット番組などですれ違うことがアベマとかまた声かかってね、玉川さんと共演する可能性だってゼロじゃないですか。そういう時はね気持ちよく挨拶をね、こんにちはこんにちはとおはようございますですね、業界でねおはようございますみたいな挨拶をね交わしていきたいなというふうにね思います。これはもう武道とかもそうですよね。戦ってくれる相手がいるから勝ち負けがつくと、自分が勝ったのは負けてくれる相手がいたからだということでね、終わってからちゃんと礼をしてね、戦う時は全力でいきますよ、やりますけど、終わったらやっぱね気持ちよく挨拶をしてみたいなところがあるのでね、玉川さんこれを機にね、ひょっとしたらその番組降板だけでなくね会社を追われてしまう可能性があるので、そうなったらほら僕らと同じ自営業じゃないですか。なんでね、ちょっと自営業の先輩として僕の年下ですけど、自営業、それから独立してね、こうお仕事してるのは僕の先輩ですから、一つだけ本当玉川さん、もし会社を去るおつもりだったらね、お気をつけいただきたいのはやっぱ挨拶です。これ第一印象最悪ですから、挨拶返せないやつなんてね、そんなやつ仕事頼みたいですか？嫌ですよね。普通に考えたらそういう人ダメ、感じ悪いしね、良くないので、玉川さんぜひね、独立されるお気持ちももうちょっとお持ちかなと、今回の件も含めてね、ぜひこの電通の陰謀をね、フリージャーナリストとしてね、暴いていってもらいたいなと思うんですよ。やっぱりあれは電通だったのかみたいな、こんな感じ陰謀論みたいな感じになっちゃうんですけどね。でもそれね、やられるんであればねいいんですけど、その際ね社会人としての基本挨拶なので、そこはねしっかりとやっていただいてね、社会のルールを守りながらねやってほしいなと。当然ジャーナリストとしてのルールもお守りいただいた方がいいと思うので、次回からはね一応取材で裏取りしてからなんか言ってください。根拠になるようなものがあればね言ってください。あれもねなんか言い方ですよ。これ80年代だったらさ、電通が全部仕込んだって言われちゃうかもしれませんけど、いや今回は違いますよ、違いますけど、そんな風に言われちゃうかもしれませんねみたいな皮肉めいた感じでこうね、あくまでもそういう風に言われてしまうかもしれませんねぐらいでやれよかったのに、もう俺は全部知ってますよと、俺も昔変更報道作ってましたから、こんなん曲げまくってんですよ、どうせ電通入ってますからみたいな、そういうノリで言っちゃったでしょ。さすがそれアウトだと思うんですよね。これから独立するとね、もう会社も守ってくれませんから、今回ちょね会社の偉い人が謝ってね、玉川さん自体には何も例えば損害賠償なんとかってことはいかないですけど、独立するとさ、僕みたいなほら津田さんに訴えられたみたいなのがあるから、その辺も含めてね、まずは挨拶きちんとやると、それからちゃんとね職業倫理にね根ざしたね取材活動をしていただいて、その上でご発言されるのがいいかなと。なんか疑惑があるぐらいだったらさ、それなりのトーンを弱めた言い方つのありますから、表現気をつけてもらいたいなというふうに思います。ということで10月19日水曜日は勝手に副音声モーニングショー久々にやらせていただきますので、ね、ぜひ皆様お楽しみにしていただければというふうに思っております。ということで今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想を書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。